でこの度カラスはですね5年ぶりそして4枚目となるフルアルバム帰り咲きをリリースしました。この作品は今までのカラス以上に激しくそして色鮮やかなサウンドが集まってるんですけども、それだけではなく自分がこう秋田に住みながら全国で活動しているところだったり、あとは秋田の魅力だったり問題だったりそういうのをこう詰め込みたいなと思って作りました。秋田の魅力である春夏秋冬の四季の美しさを盛り込むために桜という曲だったり、蛍という曲だったり、楓という曲だったりみぞれという曲だったりね、そういうのが入っていたりと、その映画館という環境を使ってカラスは一体どんなライブをするんですかね。楽しみですね。ライブハウスねちょっと薄暗くて入るの怖いななんていう人たちにもね、ぜひ気軽にこの機会にねロックバンドをこう見てみたいなと思う方はぜひ足を運んでいただけたらなと思います。